はい、アートカミオン芸術伝の外伝編か。で、その中の、あったっけ、気候だったかな、それは第2回目ですね。な、主人公言ってますよ、なんか。うまい。やっぱここのニラレバ定食、特盛りは最高なんで。さて、今日は街にまたトラック雑誌の発売だ。何のトラック雑誌なんでしょうね。雑誌が豊富に置いてあるのが、こういう店のところでもあるんだよな。まあ、じゃあ今日発売の紙ツート電撃少年ゲーム雑誌みたいになってんじゃん。持ってきてくれ。配達の人がお腹壊しちゃったらしくて今日はまだ来てないんだよ。何、来てない、仕方ないな、後で買いに行こう。他どうしようかな。久しぶりだな。お前は、この目閉じて、腕組んでる人はあれですね、主人公に対して、なんか、お前には大事なものが足りないんだ、それは思いだって言って、いやいやいや、って言ってたら、この人すごい早かったんですよね。ぶち切ったんですよね、確か。めっちゃ早いもんですよね。旧式のトラックでね。戦いを通して、多くの経験を積んできたようだ。この人が持ってるトラック、なんか、あれじゃ、レース用ネジ積んでんじゃないの、なんか、やばいな。当たり前だぜ。前は油断して負けちまったけど、天下一になった今なら絶対誰も負けはしない。だが今のお前は大事な思いを積み忘れている。ああ、確かにね。相変わらずわけのわからないことを言うやつだぜ。俺は本編を戦い抜いて天下一のトラッカーになったんだ。その俺にまだ足りないものがあるとでも言うのかい。お前誰のために走っている。誰のため。お前にしばらく時間をやろう。その間に積むべき思いを探してみるんだな。できなければお前はそれまでの男だということだ。おい待て、しまった。積むべき思い、マジ何を言ってんだ。くっしょ、ノートわかんねえけど必ず見つけてみせっからな。と言ってもどうすればいいか見当もつかねえけど、どうしようか。まあ商店街に行く理由もないし、ちょっとこっち行ってみますか。金崎運送行ってみるか。ジョジョのやつ頑張ってかな。ここが金崎運送大宮営業所か。あ、お前じゃん。会社の方行ってるかい。ぼちぼちかな。人手がどうしても足らんねん。仕事のできるトラッカーの人手伝ってくれへんかな。無理には頼めへん。ところでジョージは、あんちゃん今日は早番やったからさっき上がってもうてん。北海の白竜？うん、北国出身のトラッカーでこの辺を荒らして回ってるらしいね。気ぃつけてな。おな、大丈夫だぜ。なんてだって俺は天下一のトラッカーだからな。それにしてもみんな忙しそうだな。ここできてまわないからやらなあかんことぎょうさんあんねん。そうか、これは手伝ってもチャンスですね。ありがとう。でも今日はそれほど忙しないからええわ。それにお客さんに仕事さすわけにはいかへんし。気なんて使わないで何かあったら言ってよ。力になるからさ。うん、困った時はお願いしますわ。社長、取引先から電話よ。うちもう行くけどくつろいでいてや。ああ、ありがとう。萌ちゃんってほんと明るくて元気な子だよな。ん？話どうなの？この後。あ、裕次郎。いい走りか。な、裕次郎。これ、
荷台に身の上を積み、必死に本編を戦い抜いて宴会に捧ぐ。それでも俺、今のままじゃまだ思いは足りないだろうか。もしそうとしたら、俺に足りない思いって一体何なんだ。大切な思い。そうだな、考えてても彼らでなさそうだ。よし、しちゃおうだ。開けないぞ、ゆうじろう。ま、雑誌でよくね。うん、タバコを運ぶとね、またね、まあいいんじゃないですかね、雑誌で。じゃあこれ今日は、ここは、今回はこれで終わりだ。
次回。